読者は読むなっていうのは藤田和弘が文字で書いた「まあ、青い炎爆満」マンへの挑戦状というのが僕の,かあの考えなんですよね。あのどういうことかっていうと「金八先生」「三年 B 組金八先生」というドラマが80年代に大ヒットした後、ですね教育現場にはですね熱血教師ですね熱血熱血と思っててとりあえず生徒とちゃんと話してまともに向き合ってそして全部に自分の人間性で勝負するんだみたいな。 教師ががが現現れてです、ね、て、まあ、場が大混乱したという伝説があってです、ね、これはあのプロ教師の会というところの諏訪哲司さんという人が自分の本で何回も書いてるんですけども教教育現場に熱血教師はいいらないと、どんな教師にも絶対心の中に熱血成分というのがあってもうそれぐらいで十分だってそれ,それ以上に教師というのはプロフェッショナルでなきゃいけないから一人一人の熱血で 本音でぶつかったら絶対に一人一人の生徒に対して好き嫌いが絶対に現れてしまうと人間として接するっていうふうなことをやってはいけないとそれはホテルマンのようにすべてのお客さんと同じようにすべての生徒をまず一旦平等に公平に扱うところからなければ教育という劇場は作れないというのを言ってるんですよね。バクマンも同じ現象でですね。 あの同じことをやってると思うんですね。金八先生は熱血先生を産んでしまったんですけども、爆マンが産んでしまったのはですね、作り手側のですね、本音っぽいものを。 全部出ししたような気がしてるんですねだから例えば「少年ジャンプ」はアンケート至上主義だとかですねまず3週間はネームこういうふうに出して1ページ目こういう注意点があったこういうふうに直してっていうのをですねそれがストーリーと相まってめちゃくちゃ面白いんですけどもおかげでですね現場の先輩になんか何も聞かなくてもいい俺はそういうことは分かって漫画業界に入ってきてるんだっていう。 小賢しい漫画家志望というんですか、そういうのを山のように生んでしまったんですね。バクマンとかで漫画業界のことを知って、 でこうすればいいんでしょうと思ってきて入ってきた人っていうのは知識で知ってるんですけども現場の先輩にちょっとでも違うことを言われたらそれはでで聞いたこととと違うう思っちゃうんですね。今の時代はですね僕はあの自分の本の中で第一印象史上主義って書いたんですよ。どういう意味かっていうと人間っていうのはですね自分が受けた第一印象を否定したくない生き物なんですね。 例えばなんでそけめんとか美人は得するのかって言うと第一印象としてその人にいい印象を持ってしまうんですね。その後でその人のことを判断するんです。まず印象としてあこの人綺麗だこの人かっこいいと思ったらまずいい人に違いないと思ってでその後は補正がかかるんですよね。 こんなに顔がいい人がこんなにスタイルのいい人が言ってることだから本当なんだろうっていうような補正がかかってしまう人間というのは自分の第一印象を守ろうとするなので中身で勝負だって言ってる人は中身で勝負だと思うんだったら思えば思うほど外見をきれいにした方がいいですよというふうに僕自分の本の中で書いてるんですけどもなるほどこんなデブが言ってるから信用ならこんなデブが外見が第一だと言ってるんだからこんな本当のことないじゃないか <laughs> <laughs> お前はそれも分からぬほど愚かなのか。 <laughs> というわけで,です、ね、第一印象至上主義になっちゃうとどういうふうになるのかっていうとつまりバクマンを読んで面白かったとかそのキャラクターの熱い言葉に納得したらその自分の感動や納得を守りたいがためにつまり第一印象を守りたいがために先輩から「ですね、お前はそうと違う」とか「あの編集者はそうと違う」というふうに言われてるのに自分の中でなかなか補正できなくなっちゃうんですね。 この本の本中で,です、ね、僕すごく面白かったのがですね藤田さんのです、ね、スタジオの中には「無言禁止」っていう貼り紙があるぞ、なんですね。無言禁止っていう貼り紙があってこれは何かというとアシスタントとししてて入ってきた人間は絶対に会話しろっていううに言われるんですよ。中で会話して例えば何にも話すネタがなかったら何してるんですかと聞けと俺が仕事してたら「あ先生何書いてるんですか?」と聞けと先輩が何か仕事してたらそれ何してるんですかと聞けととりあえずこの 自分のスタジオの中で無言で通そうとするようなやつ、もしくは聞かれたことに最低限しか答えないようなやつは、もうその場でクビにすると気に入っている。絵は上手くなくてもいい、漫画は下手でもいい。でも、会話のキャッチボールをできないやつはいらない。そういうやつは最終的にクリエイターにはなれないっていうですね。めちゃくちゃ実践的なことを書いてるんですよ。言われてみれば、本当に漫画家になっているやつっていうのは、ちゃんとですね。こう、人と話せる人とかです、ね。会話がある程度面白い人ですね。 あとねあの、うちで多いのがね、うんあの、人嫌いだからゲーム会社に入りたいとか<ー>人嫌いだから漫画家になりたいとかね、人嫌いだからアニメーターになりたい、うん、これが困ってつまり、はい、周りの人と溶け込めないから絵を描いてるわけじゃないですか、うんうん、でそれで進路どこにするって言ったらゲーム学校とかデザイナー学校とか、うん、大阪芸大っていう人がいっぱいいるわけよでところがそのどこの現場も集団作業でしょ。はい、漫画家ですら、 アシスタントを入れた集団作業じゃない濃密な人間関係それがねなんかそれはきついですよね、うん、人嫌いで絵で作っていこうと思ったら、うん、先生になるしかないですよね芸術家として個性を発揮して。 まあもうなんだろう付き合いにくくて嫌なやつだと思われてもですよあいつ嫌だなと思われてもこの人にはこの,この人しか書けないから代わりがないっていうものになるでも俺らが知ってる芸術家っぽいやつって全員また人付き合いがいいやつばっかりじゃないです、ね、村上隆とかさ庵 <laughs> 野秀明とかさみんな人付き合いいいやつばっかりだから伝説では聞くんだけど本当に芸術家気質で人嫌らなやつってこういたのかっていうぐらい <laughs> ダサいおさだって友達とうんで すよね仕事始めるとコミ力いるんだよなともうほにその通りでうん、うん、だからコミ力がいらないと思って目指されるとうん、うん、結構その。 そういう人たちがじゃあだから誰も理解者がいなくてもいいからアーティストになると言われたら俺も応援するんだけどさ、うん、じゃあどこに就職すればいいですかって言ったら、うん、そんなやつ入れる会社いねえよって思っちゃったかなコミュニケーション障害の人はつらいコミュニケーションの人はつらいなって今コメントが流れたんですけども人と話したくないから絵を描いてるという人が多いんですけどもそういう人は漫画を描くなとは言ってないです。 俺のスタジオに来るなとも書いてないですよ。無言禁止と書いてるだけなんですよ。つまり、コミュ障であるんだったらば覚悟してこいよと。なんでかというと、最終的に漫画家っていうのは人と対話して、編集者と対話して、その対話の中で作品作っておくもんだから、絵が下手なのと同じように、コミュ障ていうのはそれだけのハンディキャップだと。絵が下手でも努力すれば漫画家になれると。 で、コミュ障でも努力すれば、漫画家になれるときっちり書いてあるんです。ただし、コミュ障だから、コミュ障の自分を守ってくれる。漫画家だったら、そのままでいてくれると思うのは、大きな間違いだというふうに、どんと書いてですね。その他に。またです、ね。この第一章がですね、まず無言禁止で,で、す、ね。第二章が一緒に映画を見ろなんですよ。<laughs> 俺と一緒に映画を見ろと。それは何でかっていうと、無言禁止だからといって。 なんか無駄な会話だけやってもしょうがないそれじゃなくて一緒に映画見てこの映画を好きか嫌いかっていうのを語り合おうとで無理に俺に合わさなくてもいいと。 例えばお前が「バック・ト・ゥ・ザ・フューチャー」好きだったら「バック・ト・ゥ・ザ・フューチャー」が好きだったで俺がなんで「なんで好きなんだよ」って言ったら「それはこうだからです」っていうふうにちゃんと返せと「なんで?」と聞かれたら「こうだ」っていうのを返せとで「俺が好きな映画をお前が嫌いだったらそのことに関して俺は絶対に文句は言わない」「その代わりなんでお前あの映画が嫌いなんだよ」って必ず聞くからその時には「こういう理由で嫌いです」っていうのを返せと「好きも嫌いも必ず理由をつけて返すことが後ですごいためになってくると。これ何かっていうと」 自自分分分の作品と自分ととけることだと。最初のうちは絶対に自分でネーム書いて自分で漫画書いてここがダメだと言われたらもう人格を全否定されたような気がすると一生懸命書いてこの作品は俺だというふうに思い込んじゃうとでそれをひっぺがさなきゃいけないつまり自分と自分の作品を引っ張がさなきゃいけないんだけどこれすごく難しいのでまずは他人の作品であると俺,の好きな作品と俺とは別。だから俺の作品が嫌いって言われても怒らない。 他人の作品を嫌いと言っても構わないっていう。この関係を作った上で、初めて自分の作品について語り合えるベースができる。つまり、自分と自分の作品をひっぺがすという表現があるんですけど、これもあのすごく大事なことなんですけども、こんなに分かりやすい言葉でですね。一流の漫画家がですね。文字として書いてたらです。本当にね。もう脱帽ですよ。すっごい面白い。読んでも読んでも止まらないと。